ございます。ベトナムニュースチャンネル、ホストの小森優也です。アシスタントの三上奈美です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報まで、急成長中のベトナムの今に迫ります。昨日結婚しました。おめでとうございます。行きました。ありがとうございます。盆踊り仕切ってくれてありがとうございます。盛り上がりました。なんか他の皆さんはね、ちゃんと飲食のスポンサーとか、はい、あの場所提供とか、すごい立派なスポンサーがつく中で、はい、私だけ盆踊りスポンサーっていう。そう、盆踊りスポンサー、個人でスポンサーしてくれたんでね。ということでね、めでたい今週行きましょう、はい、ウィークリーベトナム。ベトナムの2019年の最低賃金が上昇する見込み。都市部はプラス 5.0% 引き上げで418万ベトナムドンに。はい、あのベトナムって物価がどんどん、まあ、経済発展してて物価がどんどん上がってるので、はい、最低賃金を上げるっていうのはちゃんと社会保障の一環としてやられてるんですよね、うん、あのプラス 5% とかって言ってるけど、経営者の僕らの実感からするともっと年プラス 10%、15% って上がってるんだよ、うん、でもそれは実際の動きで、この最低賃金って何かっていう話をすると、これ以上ね下げちゃうと治安が悪化するし、スラム街できちゃいますし、暴動起こるしっていう、その社会が安定しなくなっちゃう、うん、だから社会保障の一環として最低賃金、最低ここまでは出しましょうって出してる。でも実際はもっとバンバン給与上がってますよっていう実態はこっちある。だからその、うん、最低賃金の話と実際の賃金の話は分けて、あの捉えた方がいいですね。新たな配車サービスがベトナム市場に参入。 B グループがバイクタクシー自動車の配車サービスを開始。なんかこういうニュース毎週見てる感じしますね。そうですね。あの初め B グループ、B グループと読み間違えたかなってちょっと、はいはいはい、そしたらちゃんと B グループでした、ね、B グループもやりそうだよね、このサービスね。あの参入障壁低い、誰でも始めやすい分野ではあるよね。はい、あともう一つこのビジネスのいいところは出口が見えやすい、うんうん、結局ある程度のユーザー数抱えたらグラブに売却するかゴーベットに売却するか、うんうんうん、っていうので赤字でスタートしても最後プラスになるっていうのが見えるから、なる、まあ、みんなやりたがりますよね、うん、消費者にとってはプロモーション合戦してくれると嬉しいよね、うんうん、確かに私もすごい利用するので安い方が、ね、嬉しい。いくつかアプリ入れてね安い方を選ぶっていうのはベトナム人みんなやってますね。はい、ホーチミンの高級マンションを購入した中国人が急増。昨年は全体の購入者のわずか 4% だったにもかかわらず、今年は約 30% まで上昇。はい、これね、ベトナム人よりも中国人が買ってる割合が多いっていう、はい、ハイエンドの不動産って投資的に考えて非常に外れがないんですよ。これはベトナムに限らず世界全部で、はい、なんでかっていうと不動産ってもうロケーションで価値って決まっちゃうじゃん。でそのいいロケーションっていくつもないのね、はい、いいロケーションのハイエンドって言ったらそこ値崩れしないんですよ、うん、どんなに低所得者層ミドル層のマンションがたくさん建てられて建設ラッシュになって、うん、供給が多くなってもこのハイエンドのところの供給ってそんなに多くなりえないのね、うん、でここを借りる人ここを買う人っていうのは絶対一定層いるのよ、うん、こんだけその貧富の差も広がってるから、うん、なのでそういう意味で面白いですよね。ここからまた中国の方がどんどんベトナムに増えていくっていうことも。ああ、世界中に増えてるからね。そうですね。日本の有名観光地とか中国の方の方が多かったりしますから、ね。そうね。北海道のあれでしょ、あのニセコはオーストラリアで中国人が開発してるからね。サッカーベトナム代表が AFF カップで優勝。マレーシアを下し10年ぶりに東南アジアチャンピオンに。おめでとうございます。おめでとうしか言うことないよね。でもなんかこうやってね、あのスポーツとかでも国がやっぱ盛り上がっていくのは嬉しいですね。住友商事がベトナム企業 BRG グループと共同で設立した会社がハノイでスーパーマーケット第1号店をオープン。多店舗展開を目指す。これはね楽しみですね。僕ねあんま小売り強くないんですけど、日系で小売り成功してるのって実際のところイオンくらいですよね。ベトナムでうまくいってるのって。でこの住友が小売りいけるのかどうかっていうのは本当注目ですね、うんうん、住友は割とね小売り強い方ではありますけど、はい、やっぱこうそれぞれの国によって特に小売りってコストの構造も違うし、売り上げ上げる稼ぎ方も違うんで、はい、そこをいかにアジャストさせていくかっていうのを見ものですよね、はい。ベトナムは巨大なバイオマスエネルギーの可能性を秘めている。
バイオマスから数百メガワットの電力を得ることができるとされているが、政策の調整が必要。まあね、バイオマスエネルギーってどの世界でもそうなんですけど、世界中どこでもそうなんですけど、あの政策っていうよりもちゃんと安く安定的にエネルギーを作れるのかっていう、そこだけですよね。そこがクリアされれば政策なんて簡単に調整されますので。なるほど。以上、ウィークリーベトナムでした。ご質問などありましたら YouTube、Facebook のコメント欄にてお聞かせください。続いてのコーナー、教えてもっと深くベトナム。気になるベトナムの話題について専門家が解説。背景や意味合いを知ることでニュースがより立体的に見えてきます。はい、今週のテーマは日本の技能実習生受け入れの拡大とベトナムの転職事情についてです。ご覧ください。教えてもっと深くベトナムということで、今日も HR ナビ社長のフックさんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、ということで今日のニュースはいよいよフックさんの本業が来ましたね。日本のニュースなんですけど、安倍首相が、国会にてブルーカラーのワーカーをもっと受け入れたいという宣言をしたというのがベトナムのニュースに載っています。深刻な人材不足と言われている日本がベトナムからもっとワーカーを受け入れたいね。日本としてはよく働いてくれている人が来てくれるってのは嬉しいですけど、ベトナム国内からしたら働き手がどんどん日本に行っちゃう。いい視点ですね。まさしくその通りなんですね。しっかりとした集計ではないんですけど、送り出し機関というのは全国で300社あるらしいです。平均的に、ただ15万人ですね。平均すると、1社50人ぐらいだとしましょうか。はい、毎年15万人が流出、イコール3000社です、はい、これないな。3000社分の、人材リソースが日本に行っちゃってる。日本以外も行ってるんで、これが全体の話。当然ベトナム全体で言うと一人の人間がですね、はい、ベトナム国内で稼げるお金と海外で稼げるお金の方が高ければ金っていう面だけで言うと良い選択肢なんですけど、ベトナム国内の国力に貢献する製造業にとっては厳しいですね。なるほどなるほど、うん、やっぱそれはあれですか、人材紹介の会社を経営しててもそういうことは感じますか、人がいない。そうです。ただ我々がワーカーは対象にしないので、うちはちょっとそのチームリーダー以上で、最近ちょっと感じる現象っていうのが、求人もたくさんあります、はい、ただ採用に至る率は、割と高くないっていうのが、雇いたいんだけどその基準に達する人が少ないということです。どういうことかっていうと、育ってないんじゃないかと。なるほど。ベトナムって結構今大学進学率も高くなってきてるじゃないですか。高いですね。大学卒業レベルと企業が求めるレベルってのは、そこにまだギャップがあるんですか。そこのギャップもありますし、我々が転職斡旋なので、はい、勤続5年でしっかりしていればこのぐらいレベルいくんですけど、はい、なかなか高校のレベルいかないでここで終わってる人が多かったりするっていうようなイメージですね。それの原因はどこなんですか。国の経済規模が小さいっていうところも多くて、ちっちゃい会社が多いとなかなか人材育成に投下するお金とか、はい、採用しっかりできないとかですね、質は高まらないんです。大きな会社が多いとしっかりと新卒者と優秀な人が取れて、なおかつ育っているからどんどんどんこういい人を作れるんですね、はい、そういう手間を省きたい。全員が経験者を取るんだったら、はい、どこに経験者あるんですか、横に転職してって、なぜならじゃあカスタマー管理をできる人がいない、物流管理をできる人がいない。そうですね。大前提として僕の認識はベトナムはトップの経営者層ってすごく上がってで、基本的なワーカー層もすごくよく働くと思います。でも優秀なマネージャー層は少ない。でその原因ってそのちょっと優秀になったらみんな独立しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。あとは本質的に管理者っていうのが人材育成のループなんですよ。人を育てる思いを持つ人ちょっと少ない気がするんですよね。ベトナムと一部良い環境に恵まれている人がいろんなスキルを持っていたりして、そういう人たちがこうマネージャーだから、マネージャー層が少ないから共同生活環境がバラつきが多いからそうなるっていう見方もある。カオスな的な状況から生まれる人ってなかなか愛がないんですよね。個人主義で自分で生きていかないといけないですからね。そういうことですね。はい、ということで、今日はですね、実習生受け入れの拡大から、してさらにベトナムの飲食市場の話。はい、福さんありがとうございます。よろしくお願いします。
どんどんねベトナム人が日本で増えてきますね。まあ、なんかあの労働環境をすごいちゃんとしてあげてほしいなっていうのはすごい思います。そうですね、それはマストですよね。はい、転職自由にするとか住む場所自由になるとか、うん、あと最低賃金とかっていうそういうところはもうマストですよね。はい、それやらなかったら先進国と言えないですからね。そうです、はい、さて続いては GoPro と行くダブルビッシュのベトナム住みますティップス。吉本興業の住みます芸人企画でベトナムにやってきたお笑い芸人ダブルビッシュ、実際に住みながら学んだベトナム生活術を GoPro 小型カメラで追いかけました。はい、今回のテーマはグラブフードを使ってみようです。ご覧ください。ダブルウィッシュのベトナム住みますティップス。ベトナム住みます芸人ダブルウィッシュ俊介です。カズです。この動画の主旨はですね、皆さん在住者の方が疑問に思うことにね、僕らがその疑問を解決しますよという、そういったものとなっておりますので、はい、はい、皆さんぜひお楽しみに。今回のテーマ、グラブフードを使ってみようです。俺デリバリーってしたことないの実は、うん、このグラブフードとかは使ったことない。俺もない。グラブタクシー使ったことあるのに、うん、なぜ使わない。じゃあいきますよ。このグラブのねページを開いてもらって、はい、このフードというところ、はい、ボタン、はい、メニューがいろいろ出てくるんですよ、うんうんうん、じゃあ何頼むの。ミルクティーとかもあるし、うん、パンとかもあるわけね。ほんと何でもあるよ。それをだから頼めるということで、もう最初のじゃあミルクティー頼もう。じゃあ待って、台湾のタピオカのやつにして。あ、だからこれよ。すごいじゃん。タピオカレッツパーティーって書いてある。これ黒糖ミルクのミルクティーみたいなのが美味しいの、この写真のやつ。これが13万9000の。デリバリーフィーはかかるの。これ全部含めて13万9000のってこと。じゃあもうこれは含まれてるね。そう、いいね。今とりあえず、まあ、30分前後かな。これで待ちましょう。じゃあ、あ、OK です。じゃあ今待ちましょう、はい、どう。俺も古い。あ、来た。あ、来たじゃん。来た。はい、ハロー。いや、新年ボックスね。トイレなんや。 OK、 行こう。すぐやったな。通りに着いたってことだよね。そう、来たよって。なんだかんだ結構時間かかると思ってた。っていうか、雨降ってるのに。あ、いる。完璧。これで払って。うん、簡単、ほんと。使ってなかった理由が、うん、なんかどっか心配だったわけ。あー、ちゃんと届くのかとか、うん、そうそう、とか、なんか待ちぼうけして、うんうんうん、結果、なんかめちゃくちゃ遅くなって。なるほどね。けど今日ね、これマジで20分ぐらい。いや、そうよ、うん、だったらね、歩いて買いに行ってるのと変わらんぐらいだもんね。いや、そうよ。で、まあ雨の日なんかは頼んだ方が絶対メリット。絶対使ってみた後のコメント、うん、マジでごいや。いや、もうチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ダブルシーでした。バイバーイ。なんか前回のうん、お話にちょっと通ずるところがありました。そうですね、やっぱねデリバリーっていうデリバリーフードっていう新しい業態が出てきましたよね、うん、飲食関連。私もあの昼勤めてる会社で、うん、たまにベトナム人の子たちがオーダーするよって言って、職場でみんなで頼むっていう使い方になってますよね。はい、なんか1万ドン均一みたいな、そういうすごい安い時もあるじゃない。みんなこぞって頼みますよ。そうだってね、フックロンが半額セールやった時は、うん、店の中の客がほぼグラブとあのナウドット VN 7割が緑か赤っていう。本当やばいね。セールに目がない。そう、他にもベトナム生活4年目のダブルウィッシュに聞いてみたいことがありましたら、コメントメッセージにてお知らせください。コミュニティからのお知らせ。お得情報、お役立ち情報をお伝えします。フリーペーパースケッチよりトラベル&ライフガイドブックのスケッチ12月号が発行されました。今週の特集は業界人のお示し20選です。日経飲食店に置いてありますので、ぜひ手に取ってみてください。 MCB からのお知らせ。 MCB ではベトナムでテレビ番組を制作しており、週間20本ほど放送されています。ベトナム国内向けマーケティング関連のお仕事のご依頼は概要欄のメールアドレスまでご連絡ください。さて、今週のベトナムニュースチャンネルは以上となります。いかがでしたでしょうか。次週の放送は12月29日の土曜日朝10時からです。チャンネル登録もよろしくお願いします。良い週末を。